おはようございます。ジャスト株式会社代表関正行です。今回ね、ちょっとねザ・ファウンダーっていう映画なんですけどもについてお話したいと思うんですが、マクドナルドの創業者のレイ・クロックだねのお話なんですけども、この原作になってるのが成功ゴミ箱の中にという本人がこう書いた自叙伝があるんでね、それを元にして書かれていて、結構ねこれよ結構起業家の間で読まれていて、孫正義さんとかね、柳内さんね、ユニクロのね、そういう人たちももう尊敬してるレイクロックをねで読み込まれてる本なんですけども、私ももう5回ぐらい読んでそれで映画行ってるんでいろいろ分かってるんだけど、これは奥深いね。この映画ザ・ファウンダーの中ではこうマクドナルド兄弟とレイクロックのこう対立軸をこう中心に描いてるんですけど、実はねもっと対立軸はいっぱいあるんだけど、そこに焦点絞ってねやっぱやってるんだけどね、これちょっとねよく考えると普遍的な意味があるんだよね。マクドナルド兄弟っていうのが最初にこうシステムを考え出して、マクドナルドのねお店のこう運営の仕方とか厨房の配置、そして売り方でゴールデンアーチね、この M のねあれも考え出したりしたんだけど、要はそれをフランチャイズとして広めようとしたのがレイクロックね。結局なんかマクドナルド兄弟の方とレイクロックのこう対立軸なんだけど、こう何が普遍的かっていうとね、ちょっと一旦切りましょう。